アエロエクスプレスとは、ロシア連邦において、空港連絡鉄道を運営する会社である。2005年に設立され、出資比率は、ロシア鉄道が50%、AS トランスグループが25%、イスカンダルマフムドフ氏が17.5%、アンドレイ・ボカレフ氏が7.5%である。一時期は、火山、ソチ、ウラジオストクの空港連絡鉄道も運営していたが、 現在は、モスクワの3空港との空港連絡鉄道のみを運営している。2012年の年間利用者数は1740万人であった。エッシュニブヌーコボ空港駅路線図路線図2013年5月22日に、火山旅客駅、火山国際空港間にて運行が開始された。所要時間は約20分である。2015年2月に経営が、 ソドルジェストボ社に移管された。ロセンツ2012年2月15日に、ソチ駅アドレル駅ソチ国際空港間にて運行が開始された。2015年に経営がロシア鉄道に移管された。ロセンツ2012年7月20日に、ウラジオストク駅クネビッチ駅間で運行が開始された。途中の停車駅は、フタライアレイチカ駅、ウゴリナヤ駅、アルチョーム駅の3駅である。 約2時間おきに1日後往復運行されており、所要時間は54分である。2015年1月に経営がエクスプレスプリモリア社に移管された。ありがとうございます。